高校3年生北条慎太ミッドフィルダーです。ヒルカイレン高校2年生ゴールキーパーです。野菜を摂ることを意識しているので毎食サラダを摂るようにしています。次の日いいプレーができるように栄養バランスをしっかり摂るようにしています。入学して監督に勧められて飲みました。監督に勧められて飲み始めるようになりました。大事な試合前に飲みます。大事な試合前のアップ前に飲んでいます。最後まで戦い抜くことができるようになりました。練習の中で常にいい状態を保てるようになりました。大事な試合前には必ず飲むので欠かせない存在です。試合前に欠かせない存在です。個人としては小さい頃から憧れていたプロサッカー選手になることです。チームとしてはチームの中心として日本一にチームを導くことです。常にハイレベルなところでプレーし続けて日本一のゴールキーパーになります。